方司祭、任務を遂行する。道外殿、お耳に入れたいことが。ん？間に合わなかったか。道外殿、あなたはもう終わりです。生徒大衆、道外に反逆の意あり、そういうことになったんです。生涯殿、この地を我が物にする気だな。察しがいいじゃないですか。ならおとなしく牢に入ってください。このことをお伝えしたかったのですが、今はまずここを脱しましょう。あの裏切り者の息子ならもっと賢いと思ったんだが、残念だよ、文王殿。文王殿、構えたなら範囲は明白。正式が命じる、当該と文王を捕らえよ。謀反を企てた者は断罪する。城内の兵士たちよ、城外を逃がすな。回りましょう。おお、大
頼もしきご活躍、私も見習わなくては。さあ来やがれ、お前なんざひとひねりだ。ここも閉ざされているよ。中央部を抜け半島から脱出しよう。勘違いするな、余ったゆえ触れてやるだけよ。殿、謀反とはまことか。潔白ならば皆の前でそれを称されよ。皆に称すにも商海殿がそれを阻もう。仕方ない、今は押し通るのが。しましょう。
脱出するぞ。よし、勝者は無事だったか。当該殿、今開門いたす。
てやるだけ。よし、門まであとわずか。急ぎ進もう。なんというつらさ。ここは引く。敵将討ち取った。これを使うのだ。まだ倒れるには早い。制圧だ。この俺が相手だ。撃ち取った。
頼もしきご活躍、私も見習わなくては。ここにおいては脱出こそが自分の身、行く手を阻むが確保だ、打ち破るのみ。暗示が切るな、余ったゆえ上に乗るだけだ。手を使うのだ、まだ倒れるには早いぞ。兄上、こちらへ。当時、文庫だ。無事で何より。いや、この状況、喜んではならぬか。紹介殿が蜀の残党と手を組んでいたと。早く芝生殿にお伝えしなければ。文王殿、申し訳ない。自分に危機を知らせたがために。いえ、あの時父文金を揶揄されて思い出しました。人の野心とは恐ろしいものだと。行きましょう、少子として正しい道を進むために。うん。